やっぱりいいサイズ作るね。 やっぱ食ってくるんだよね、そのサイズ。これ、このサイズ食える。 巻いても巻いても、あれテンションかからん。<笑>でけえ、絶対こっち走ってきよう。<笑> 50ぐらいは。そう。<笑>ほんま。ああ、ところどころにでかいの見えるんだね。 おめでとうございます。<笑>出したら。熱の早いね。あ、でも結構いいよ。それならなんぼでも釣れるよ。それがでも一番大きいけん、もうそれ以上でかいの。 何秒で釣れるかし、やってみる。<笑>ストップウォッチ。いくよ。スタート。<笑>ショーポーキャスト。<笑><笑>
16秒81で一本はい、次行ってみよう。お、違う。でもプレッシャーがかかってる。あ、食ったよ。でかいよ、しかも火の中から出てきた。一番最小かも。お弁当タイム。くれた？これでも可愛いけね。顔買ってないけ。これが軽くねえよって言われるかもしれんけど。もっと軽いのあるよって言われたらもうしょうがない。まあこれ今ルアーがとんでもないものがついてる。止めれるバズベイト。軽いですね。軽い。めっちゃ軽いです。軽さにこのルアー釣れるんですか。わからん、釣れん今日。これもなんか起きそうな雰囲気ありますけど。そのまま竿ごと持って帰りそうな勢いだよね。カジキマグロとか売ってうん、巻いた方がちょっとでかいよね。うんうん、ちょっとだけ。そうだね。よし、じゃあ出ようかな。劇場よ。はい。どうぞ。はい、どうぞ。動画撮ってあげます。プラチャンネルデビュー。もう何回もする。もう嫌よ、どうぞ。蒸しルアーの使い手。もう、すぐ釣るよ。ほら。うわ、食った。ほんまに食わした。虫ぐらい。釣れたテキサスだけど。絶対おるけどな、でかいな。これだろ、ここだろ。お前じゃないよ。あ、ちょっといいじゃん、ちょっといいじゃん、ほら。三章魚だね。これね、こうつけるじゃん。ね、
こうつけたら尻尾はこうなるわけじゃん、まあ、こんだけのワイドゲームのあれはないんだけどこのアイデア面白そうだな。山椒テキサス、よし、ちょっと入ってきて、山椒よ、一番でいいじゃん、テンション上がるんじゃろうね、そこは落ちてきたよ、落ちちゃう、山椒テキサス細っ山椒があんま釣れるな、ほら、釣れるでしょ、釣れるんだよ、釣れるけど壊れ方が全然違う、釣れた、あ、外れて、外れて、これ一番ちっちゃいだろ、これ一番ちっちゃい、一番ちっちゃいかも俺前で撮らんと。はい、かわいいね。あ、変わんない。同じぐらい。これも一本撮ろう。お、バサガワ。バサガワ違うの。あ、でっぱくない。あれ、でっぱくないじゃん。ね。今めっちゃでかいと思ったのに。ああ。あれ気に引っかかった。あ、本当に。なんであのサイズに食ってくるんだろう。喉通らんじゃない。ものすごいお腹すいてる。もう一回の食事でもうお腹満腹にしたいって。キバケしてる。キバケしそう。あー出た。さっきの方がちっちゃいか。うん。さっきのより大きい。あが。生きがい、はい、今日はこれぐらいにしとっちゃろうか、うん、かわいい、でかいの、ちっちゃいの、ちっちゃいの、ちっちゃいの、まあ、普通、あ、いい、山椒。どうじゃ。あ、あ、こてる。こてる。でかいんじゃない？でかい。大きいじゃない。大きいやっぱり。すごい大きく見える。